国際報道2018です。続いてワールドラウンジです。平昌オリンピックをきっかけに韓国と北朝鮮の融和ムードが高まる中、朝鮮半島に接するロシア極東のウラジオストクでも融和を後押しする催しが行われました。南北の人々の架け橋になろうとする朝鮮半島にルーツを持つロシア人の男性を取材しました。ロシア極東の中心都市ウラジオストクです。町の中心部に設置されているのはロシア民族と朝鮮民族の友好150年を記念するモニュメント。設置したのは朝鮮半島にルーツを持つロシア人の団体の代表を務めるワレンチン・パクさんです。パクさんは建設会社などの事業を成功させた地元の名士として知られています。これはパクさんが作った朝鮮半島にルーツを持つロシア人の歴史を紹介する映画です。今からおよそ150年前、朝鮮半島で起きた凶作の影響で朝鮮民族がロシアに逃れてきたことや、日本の統治下でさらに移住が進み、1920年代には10万人の朝鮮民族がロシア極東で暮らしていたことが描かれています。パクさんが今最も気がかりなのは南北に分裂している祖国の状況です。パクさんの先祖はかつて一つの国だった頃に移住したため、今では親戚が南北に分断されているのです。глубоко горько видеть, что один народ разделен。隣国のロシアにいるからこそできることがある、そう考えたパクさんは南北融和の取り組みに力を入れてきました。韓国と北朝鮮を積極的に訪問し、スポーツや文化イベントを主催するなど、20年以上にわたって南北交流の場を作る活動を続けています。решил приложить те усилия, которые могу как человек, для того, чтобы помочь воссоединению。今月中旬、毎年パクさんが開く旧正月を祝う催しの準備が進められていました。この催しには例年韓国と北朝鮮双方の総領事も出席しています。しかし両国の緊張の高まりを受け、今年は直前まで出席が危ぶまれていました。そして始まったパーティー。オリンピックでの融和ムードも背景に、韓国のイ・ソクペ総領事と北朝鮮のチョ・ソクチョル総領事、南北双方の総領事の出席が実現しました。北朝鮮の総領事は去年赴任したばかりのため、この二人が顔を合わせるのは初めてのことです。実はパクさん、この場で二人に初めての握手を交わしてもらおうと考えていました。南北の総領事の間を取り持とうと動き回るパクさん、ところが互いに距離を保とうとしているのか
なかなか思い通りにはいきません。しかし写真撮影の際、ついにその時が訪れました。短い間ですが、確かに手を握り合った南北の総領事。パクさんの顔にも笑みが広がります。南北の小さな歩み寄りが祖国の統一につながると信じるパクさん、今後も取り組みを進めていこうと気持ちを新たにしていました。наши здесь встречи, они добавят чуть-чуть, но очень положительного эффекта дружбы. Это будет двигаться, как уже и говорилось, очень мелкими шагами, но в целом к объединению. さんはウラジオストクで大変な成功を収めた方なんですよね。そうですね。もうエネルギーあふれる方ですよね。そうですね。まあ、これだけこうなり名を遂げた後にやっぱり自分のルーツに目が向いて、でそこが分断っていう現実があるとやはり心を痛めて何かせざるを得ないっていう気持ちになるのかもしれないですね。本当に同じ民族同士の国家が分断されていると本当にこれ不幸なことなんですよね、うん、でパクさんの思い非常に純粋ですし、その思いは十分伝わってきたんですけど、やっぱり現実は厳しいよなとも思いますよね。なかなかうまくいかないという話もありましたね、うん、そしてですねパクさん、この催しの後に平昌オリンピックの閉会式に行ってきたそうなんです。その時の映像がこちらです。オリンピックの会場で南北両選手の姿を見て融和ムードを肌で感じることができたということでした。こうした機会に南北の融和がさらに進むことを願うとともに、朝鮮半島にルーツを持つロシア人という自分の立場を生かして、まあ、少しでも貢献していきたいと意気込みを新たにしたということでした。ここまでワールドラウンジでした。